はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、今回、チューハイですね。多分。赤玉パンチ。弾ける甘さのワインサワー。一応甘味果実酒となってます。アルコール度数が6%。輸入果汁使用。これはあれですね。赤玉ワインのハイボールにしたやつかな。1907年に誕生した赤玉スイートワインをソーダで割ったワインサワーです。シュワッとした爽快、スッキリとした甘さをお楽しみください。原材料名が、濃縮還元ぶどう果汁、かっこ外国産と、ぶどう、かっこ日本産と炭酸と、酸味料とブドウ色素と酸化防止剤と、酸化防止剤です。赤玉スイートワインは非常に、まあ甘いんで、大体ソーダで割ったりすると美味しいんですけどね。そのまま飲むと結構甘いんで、ちょっとあれですよね。やっぱ、ソーダ割りが一番美味しいんじゃないかな。乾杯。あ、甘い。思ったより甘い。思った以上に甘い。あれだな、チューハイ、普通のチューハイに比べると、ちょっと甘いですね。甘い。甘いんだけど、すっきりしてて。非常に美味しいです、これは。ちょっとブドウっぽいな。ブドウ100%ジュースに非常になんか似てるんだけど、ブドウ100%ジュースの炭酸割りみたいな感じになってるな。非常に、似てる。赤玉パンチ。こちらはね、赤玉スイートワインを、1対1で炭酸と割るのがいいみたいです。まあ、1対1だとあれなのかな。ちょっと、まあ、そこそこ甘いか。でもまあ、まあ甘いですけど、全然、後味がすごい、すっきり、後味がすごい、なんか、すきっとなんか、後味が一切、しないですね。すごい、すっきりして、残るような甘さっていうのが全くないですね。すごい。これはうまいな。まあ、赤玉スイートワインもね、僕は好きなんですけど、赤玉スイートワインの白のやつ飲みたいな、今度な。売ってないんだもんね。赤の赤玉スイートワインだったら売ってるんですけど、赤ワインのやつね。赤玉パンチ関東上。9月4日新発売ということで。居酒屋で人気の爽快ワインサワー。それが家でも。居酒屋で赤玉パンチって、見たことないんだけど。俺だけなんか。赤玉パンチってなかなか見ないと。見たことないな。日本を代表とする、甘味果実酒、赤玉スイートワインをベースに、作ったワインサワー。赤玉らしい自然な甘み、炭酸とレモンのすっきりとした、爽快な美味しさ。他では味わえない、
爽快ワインサワーが缶で飲めるようになりました。こちらはコンビニエンスストア限定らしいですね。一世紀以上も愛されている。それが赤玉。100年以上昔ですね。なるほどね。これはあれだね。ほとんど、ぶどう 100% ジュースに非常に近いですね。でも、美味しいです。うん。すごい美味しい。ちょっともうちょっと、もうちょっとこれ甘みを抑えてほしかったな。ちょっと甘すぎるな。若干ちょっと甘さが、すごいパンチが効いてる。甘さのパンチが効いてる。でも非常に美味しいですよ。ちょっとだけ、自分でちょっと、炭酸で割れば、これにさらにちょっと炭酸を入れればね。そうすればだいぶ非常に美味しい、うん、まあ甘いっていうのもあるけど、まあ甘いけどなんかこう濃厚だよね、うん、味がね。赤玉パンチなんて売ってるんだな、居酒屋とかに。見たことねえけど、まあ、赤玉スイートワインは本当にストレートで飲むとものすごい甘いんで、女性の、まあ、ワイン嫌いな人とかね、でも飲めるワインだと思いますね。まあ砂糖入れてるんでしょ、多分。砂糖とか結構入れてるから、こんなに甘いんだろうね。赤玉スイートワインの白って本当に見たことないんだよ。赤玉スイートワインのさ、白飲んでみたいんだけど。ここにも売ってない気がする。見たことないね、うん、まあオンラインで、まあアマゾンとかでは売ってるんだろうけど、アマゾンで。お、1.8 リットル。1.8 リットルで1430円。アマゾンで。あ、白も売ってる。1942円。白の方がなぜか高い。まあ、ほとんど出回ってねえんだろうな。1.8 リッターの瓶のやつが、売ってますね、アマゾンで。まあ、1.8 リッターで1430円となると、まあ、安いのか高いのかって言われると、そんなに高くないよね。うん。まあ、ワインなんて本当に500円ぐらいのワインあるぐらいだからね。まあ、500円のワインに比べたら高いんだろうけど、あ、でも、ね、全然安い部類ですね。うん。赤玉スイートワインの白か。今度飲んでみたいな。買いたいね。
今度こいつ欲しいんだけど、飲んでみたいな。ちなみに 550cc のやつも、あります。1.8 リットルと、550cc のやつがあってね。まあ、ほぼほぼどこにでも売ってるからな、これ赤玉スイートワインなんて。酒っていうか、ワイン売ってるような、スーパーとかだったら絶対置いてあるからね。ほぼほぼ 100% ぐらいの確率で売られてる。かなり歴史ある人気の商品ですからね。まあ特に甘党の方にはおすすめのね一品ですけど、まあ甘党じゃなくても炭酸でね、炭酸を2入れて、で、赤生スイートワインを1ぐらいの割合で入れると、サワー的な感じで、美味しく飲めますから、ね。うん。さっぱりして。まあ、ほとんどブドウジュースみたいな感じですね。うん。ほぼほぼブドウジュースのような味ですけど。まあ、で、夏でもね。冬はどうだろうな。ちょっと寒いからな。冬はちょっとあれか。まあ、夏とかな。ハイボールで。いただいたりすればうまいと思います。うん。いや、甘い。ちょっと甘いですね。これ美味しいですね。うん。全く嫌な味が全然しない。4444です。ご視聴ありがとうございました。